皆さんこんにちは。伝説の格闘家テリオカボガドがストリートファイター6ゾロに参戦します。悪狼伝説の王からあの強烈なパワーゲイザーやバスターウルフンを引っ提げてストリートファイターのリングに立ちます。ストリートファイターのファイターたちはこのレジェンドに立ち向かう準備ができているでしょうか。クラシックな姿と圧倒的なパワーを真似備えたテリの登場を見通すな。ぜひチャンネル登録して最新情報をゲットしてください。ご視聴ありがとうございました。さあ開幕、両者はどう動くか。相手を動かしていくか、どう試合を作っていくか、重要な立ち上がり。プレイヤー2、相手を壁に押し付ける。ドライブゲージと体力はまだある。投げの選択を見せていく。一進一退の体力状況、相手の力量が見えてきたか。グラップしている。大きな体力差になったが、ドライブゲージが希望となるか。次はどう引き出しを開けるか。ラッシュ選択。地上の間合い線は技の距離とジャンプをどう意識させるか。画面中央、ここでの積み重ねが倒しきる。プレイヤー2、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。ラウンド2ファイト。やる気満々の開幕。たまここは投げを受けてガードを崩す。中足が刺さる。食うか。さあ近距離の攻め合い、そしてここで SA ゲージが待つ。ここで押し込みに行く。プレイヤー2、壁のスレッシュバーンアウト。まずいぞ。ここで SA、 試合を動かしに行く。スーパーアースを決めて、ここはしっかりと倒しきる。お見事 SA フィニッシュ。抜かりはない。初木星よ。さあ開幕、両者はどう動くか。コンボを叩き込む。さあ逃げ場はなくなった。どうしてターゲットコンボをしっかり決めていく。さあここでカウンターが決まって大きなダメージとなる。プレイヤー2、画面端を維持することでダメージは蓄積していく。ここは前投げ、壁の地獄は続く。さあここでドライブラッシュ、連続技をしっかり決めていく。地上技で差し合う距離、リーチの差を生かすか、それを手玉に取るか。試合は終盤、ここバーンとしている。プレイヤー1、コンボをしっかり決めて KO まで。お見事。プレイヤー1、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。ラウンド2、やる気満々の開幕。たまっ、マイステップ。ここはチャット。くるっ、連続技になった。ドライブ波衝撃で火力を伸ばす。ラッシュ選択。うまくワンチャンス作ってねじ込むことはできるか。何を狙っている。ここで押し込みに行く。残りわずかな体力、勇気の球打ちが試合。注目のファーストラウンド、何が起きる。ターゲットコンボをしっかり決めていく。さあ体力はほぼ変わらず、どこから崩すか見定めているか。切り返しを狙うも見逃すか。さあどうする。プレイヤー1、ドライブゲージが空になるのはまずい。どうするこの状況。飛び降りでペースを変えていくか。さあナンパ中央へ押し返した。こかしてからの体力差はある。地上の間合い線は技の距離とジャンプをどう意識させるか。ラインを上げつつダメージを取る。気持ちで技を当てに行く。ここでバウンド、試合が動くぞ。 KO。 プレイヤー2、ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。ラウンド2ファイト。
近距離戦両者元気がかなりあるぞ。危険な状況、火力は出る。ここからどう動く。ここで画面端来るか。前に投げて、壁はまだそこにある。残りわずかな体力、ドライブがラッシュするか。ゴミ道具で牽制する。ドライブで KO。盤石の立ち回りで危なげなし。お見事。